10年ぶりに開かれた浜名湖花博2024の浜名湖ガーデンパーク会場が閉幕しました。人、自然、テクノロジーの架け橋をテーマに浜松市の浜名湖で10年ぶりに開催された浜名湖花博2024。その会場の一つ浜名湖ガーデンパークではおよそ2ヶ月間の会期を終え、午後閉幕式を迎えました。閉幕式には鈴木康友知事も出席、知事になって初めての地元浜松でのイベント出席となりました。58日間開催をいたしました浜名湖花博2024浜名湖ガーデンパーク会場は本日をもって閉幕とさせていただきたいというふうに思います。実行委員会によりますと、浜名湖ガーデンパーク会場には2ヶ月間で50万人以上が訪れ、最先端のテクノロジーと花と緑が作り出す空間を楽しんだということです。浜松フラワーパーク会場は16日まで開催されます。